トマホークと人に意識巡航ミサイルの導入を1年前倒しを打ち出した防衛省。令和6年度の323億円の予算決定との情報をキャッチしました。今回は1年前倒しの巡航ミサイルと開発導入予算323億円決定を詳しく見ていきます。これで対中国の抑止力効果は大きいと考えられますし、台湾有事が起こらないことを願うばかりです。近平は国内の経済が総崩れし、はじめ中国の終わりの始まりが近づいています。中国では重要人物がいなくなるんだよね。令和6年度防衛予算案の概要が12月22日発表され、その中には長距離巡航ミサイルである新地対艦地対地精密誘導弾の開発予算として323億円の巨額が計上されました。合わせて新地対艦地対地精密誘導弾の新しいイメージ絵が公開されたのです。新しいイメージ絵は財務省の資料に掲載されていますが、防衛省の資料には掲載されていません。以前のざっとしたイメージ絵でも明らかになっていましたが、新地対艦地対地精密誘導弾の特徴としては、かなり長い主翼があります。他国の亜音速巡航ミサイルと比べても、非常に長いと言えましょう。以前の長距離巡航ミサイル開発計画による当初防衛用新対艦誘導弾のイメージ絵と比較しても、新地対艦地対地精密誘導弾の主翼の長さが際立っています。長さとしては倍くらいに思えます。これほど長い主翼はどう折りたたむことになるのか、現時点では構造が全然わかりません。なお、当初防衛用新対艦誘導弾構想では、対艦攻撃の最終段階で、近接防御兵器である機関砲を避けするために、機体をバレルロールさせながら突入させます。新地対艦地対地精密誘導弾構想にも、この機動性は引き継がれるのでしょうか。バレルロールとは、横転、ロールと機首上げ、ピッチアップを同時に行い、仮想の垂れの胴、バレルをなぞるように螺旋を描いていくことから、その名になったそうです。令和6年度防衛予算案の概要の中には、極超音速兵器迎撃用滑空弾解迎撃用誘導弾 GPI の日本とアメリカの共同開発予算として、これまた、巨額の757億円が計上されています。財務省と防衛省の資料には、イメージ図としてアメリカミサイル防衛庁 MDA ミサイルディフェンスエージェンシーから提供された GPI のイラストが掲載されています。日本では公開されたのに、アメリカ本国の MDA 公式サイトには、まだ未掲載ということです。変な感じを受けるのは、筆者だけでしょうか。GPI は、イージス艦マーク 41VLS に、搭載可能な大きさで設計されるようです。つまり、SM-3 ブロック 2A 迎撃ミサイルと同じくらいの大きさになると推定されているのです。では、GPI と SM-3 ブロック 2A をイメージ図で比較してみますね。長さを揃えましたが、あくまでもイメージ図ですから、本当は揃うはずの直径が揃っていません。ブースターは、おそらくマーク72で共通部品。サステナーの操舵翼も、イメージ図ではよく似ています。そして、GPI の特徴としては以下のようになります。一滑空用の主翼として揚力を発生する効果を持つ細長い安定翼にマーク 41VLS に収納可能な限界の直径 533mm は SM3 並みに太い直径3ノーズコーンの角度が緩やかで丸い。最も興味深いのはノーズコーンの形状でしょう。迎撃ミサイルにはあまり見ない緩やかな角度で丸い形状をしています。かといって、先端がショックコーンで空気吸入式推進方式でもないようです。終末誘導用シーカーは、多分、赤外線画像方式になると思われますが、このイメージ図だけでは、どういう構造になるのか、全くわかりません。コーンとは、ミサイルの先頭部分のことです。ノーズコーンはなだらかな曲線で、ショックコーンは、鋭く尖った形をしています。あくまでイメージ図ですから、その絵の通りに登場するとは思えませんが、2020年の GPI 初期のイメージ図が、
他度、終末高高度防衛ミサイルの迎撃隊に争奪バスをつけたような鋭い円錐形だったのに比べると、2021年、2023年のイメージ図は、形状が大きく変化しています。ここで、令和6年度予算の内訳について見ていきましょう。昨年12月に策定した防衛力整備計画の2年目となる防衛費は、前年度比1兆1277億円増の過去最大の7兆9496億円に上りました。後年度負担分を含む契約ベースでは9兆3625億円にも上ります。防衛力を抜本的に強化するため、9年度までに契約する事業費43兆5000億円のうち 42% を令和5年度と6年度で手当てすることになりました。つまり、防衛費の積み増しが進んでいるということです。国産の人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の開発などは、配備を8年度から7年度に1年早めることを決めました。また、敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフ防衛能力の強化対策として約7340億円を盛り込みました。8月の日本、アメリカ首脳会談で合意した、極超音速兵器に対処する新型迎撃ミサイルの共同開発予算として757億円を割り当てました。地上配備型迎撃システムであるイージス・アショアは、数年前、日本の各地で配備を進める動きがありましたが、当時の菅首相の地元秋田で、地盤の問題があることが発覚し、一気に、配備の動きが衰退したことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。そのイージス・アショアの代替として新たに建造されるのが、イージスシステム搭載艦2隻です。その整備に3731億円を当て、6年度から建造に着手し、令和9年度、10年度に1隻ずつ収益させることを目指すそうです。また、次戦能力向上のため、弾薬の確保に約9249億円、装備品の部品不足解消や稼働率向上に約2兆3367億円を充てることになっています。円安や物価高の影響で装備品単価も上昇しています。輸送ヘリコプター CH-47 を17機購入するため計3088億円を計上しましたが、自衛隊保有の中古部品を活用することなどによって単価を下げることができたそうです。一方、外務省は、令和6年度予算案に、情報戦への対応能力強化に関する経費を、前年度から大幅に増額して計上しました。偽情報をめぐるモニタリングや対外発信を強化、分析などには、AI、人工知能を活用、同省関係の予算案総額は、デジタル庁所管分を含むと、前年度当初予算費28億円増の7417億円になりました。また、ロシアがウクライナ侵略を継続し、中国が軍事、経済分野で圧力を強めていることを念頭に、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持、強化のためとして1754億円を計上した。このうち、同志国の軍などに防衛装備品を提供する無償資金協力の制度、政府安全保障能力強化支援 OSA の予算は5年度比で 2.5 倍の50億円を計上、経済的威圧への対応に関連する経費も前年度から倍増させ4000万円を計上しました。日大関係推進の予算として5年度は20億円だったのを24億円と4億円増額しました。偽情報の拡散を通じた情報戦への対応を含む情報力の抜本的強化予算は前年度から34億円増額、597億円となりました。具体的には認知領域における情報戦のモニタリング、分析、発信強化を前年度の 2.1 億円から 9.2 億円と4倍弱の大幅増額。国際情勢分析能力強化のための AI 活用も前年度の 1.6 億円から 2.6 億円に増やしました。このほか、在外交換とのネットワークなど情報セキュリティ強化に昨年の49億円に27億円増額の76億円を盛り込みました。外交・領事実施体制の抜本的強化は
緊急事態対応や邦人保護の拠点能力を向上させる事業ですが、これに関する経費として100億円以上、増額の1078億円を計上しました。このうち在外公館の新設、修繕などの予算は75億円、昨年度は73億円で、アフリカ東部エリトリアの事務所を大使館に格上げします。また、外相のチャーター機の予算を前年度の 8.5 億円から9億円に拡充する予定です。一方、ODA 政府開発援助予算は4383億円で、前年度から約46億円減少しました。外務省は、ODA が日本外交の最も重要なツールの一つであるという考えに変わりはないが、厳しい財政事情の中で優先順位をつけなければならない。我が国の外交を取り巻く諸課題や外務省の基本的な機能、活力の維持などの必要性を総合的に考えた結果、ODA は厳しい結果になったと説明したのです。国民の中にも、ODA をしているのに感謝もされないから無駄という政府の広報への批判もありますね。そう考えると ODA 予算減は仕方ないのかとも思います。有限な予算を他に使うことがたくさんありますしね。2023年度新田丸基地に F-35B 戦闘機が配備される。また、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証テストもアメリカで開始される。今回は、護衛艦加賀の最大の変更転換首形状変更で、どう変化する最大級のメリットを詳しく見ていきます。F-35B 戦闘機を艦載可能にすることで、南西諸島での中国への牽制が最大化できますし、中国の J-15 戦闘機なら F-35B 戦闘機を少数でも十分対応できます。これは次期空母建造と新進のストブル版を開発で基地化できますが、これできたらやばいよ。海上自衛隊が保有、運用中の艦艇の中で最大の規模を誇る椅子も、型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH は、1番艦でネームシップの出雲、2番艦の加賀の2隻が存在しているが、今、まさに航空母艦化改修が進められている。この航空母艦化改修とは、これまで回転翼機の母艦として運用されてきた出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に対し、固定翼機で、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするためのものだ。こうして出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦が航空母艦化改修を完了した後には、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型を運用可能な軽空母となることが目的とされているわけだが、ついに海上自衛隊も航空母艦を保有する組織となる。これまでの政治的な日本政府の立場からすると、1950年代の見解とは、自衛隊が保持しないと表明してきた3つの兵器の具体例に、この椅子も、型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化は抵触するのではないかとの意見も散見される。米ソの冷戦時代の始まりであり、かつ、太平洋戦争の敗戦の記憶が鮮明であった時期には、日本は、自衛のために自衛隊を組織するが、大陸間弾弾道弾、戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器は保有しないと説明されてきた。今回出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改修を施すことは、ここで言われた攻撃型航空母艦の保有に当たるのではないかと、一部の団体から非難が寄せられている状態だと言ってよいだろう。しかし、1950年代に挙げられた大陸間弾弾道弾、
戦略爆撃機、攻撃型航空母艦等の兵器を自衛隊が保有しないという政治的な見解は、それらがもっぱら敵国の破壊のみを目的とした、いわば大量破壊兵器に該当するからというのが主たる理由だった。確かにこの2023年末においても大陸間弾道弾の保有は核兵器保有国に限定されているし、戦略爆撃機に至っては今や保有国はアメリカ、ロシア、中国の三大軍事大国しか存在しないという非常に稀有な兵器と化している。これに比べて、航空母艦は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は、元より、インド、イタリアなども運用を行っており、おおむね、海洋国家としては、昨今の、世界的な軍事的な状況を鑑みても、保有が即攻撃的だとは言い切れないように思える。そもそも、世界的な軍事の尺度から見て、航空母艦を攻撃的か否かと議論しているような例はなく、日本が当時置かれた1950年代の政治状況の中で、時の政府が苦し紛れに答弁した回答に過ぎないと言うべきだろう。昨今の日本は、中国による南西諸島方面への軍事的な圧力の増大にさらされており、その状態から抑止力を得るための方策の一つとして、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することを選択したに過ぎない。これは南西諸島方面において仮に有事が発生した場合、日本の自衛隊が利用可能な滑走路はほぼ沖縄本島にしか存在しないことが問題視された結果だと思われ、この沖縄本島の滑走路が使用不能に陥った場合に備えたものだろう。また、現状では、沖縄本島に配備されている航空自衛隊の戦闘機は、いわゆる第4世代戦闘機とされている F-15J イーグルのみであり、今後、F-35 ライトニング 2A 型が追加配備される可能性も全否定はできないが、地上喪失のリスクを伴う。それは、仮に、現在の最大の仮想敵国である中国との間で武力衝突が生起した場合、沖縄本島の航空自衛隊基地は、真っ先に中国側の対地ミサイルの飽和攻撃にさらされる可能性が高く、そこに配備された戦闘機は地上で無力化される恐れがあるためだ。そのため、そうした最悪の場合を想定し、仮にそうした事態が生じた場合でも、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化し、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機としていれば、航空戦力の投射が可能な状態を保持できる。短距離離陸、垂直着陸が可能な特殊な構造を持つ F-35 ライトニング 2B 型は、兵装の最大積載量も、ベースの A 型の 8.165 トンより少ない 6.804 トンで、さらに航続距離も短いが、南西諸島の防衛には、必須の航空戦力となることが期待される。さて、そんな F-35 ライトニング 2B 型の運用を狙った出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修工事だが、1番艦、出雲、2番艦、加賀、ともに、2023年末時点で、まず、第1回目の主要な工事が施された状態である。2番艦の加賀は、正確には、第1回目の航空母艦化改修工事は、2023年の末までが予定されているが、2023年11月には、出雲に先駆けて、全通式の飛行甲板の先端を拡幅する大工事が完了し、同月中に、一旦、海上でのテスト航行を行っている。2021年度から開始されていた2番艦、加賀の航空母艦化改修工事には、この、最も大掛かりな飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれていたため、総額でおよそ260億円を超える工事費が投入され、無事にこれを終えている。逆に、1番艦の出雲は、2024年度より、この飛行甲板の拡幅工事を含む第2回目の航空母艦化改修が予定されており、現時点では出雲、加賀、ともに2027年度までに全ての改修工事を終えるものとめされている。航空母艦化改修が完了した出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻は F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する場合、艦内に収容可能な同機の最大数はおよそ10機前後とも言われており、決して大量の機体を運用するとは言い難い。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、
基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルを誇る、海上自衛隊では、最大規模を持つ艦艇ではあるが、航空母艦として見た場合に大きいとは言えないだろう。同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の艦艇としては、ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦があるが、これらは、いずれも、満載排水量で、4万トンを軽く超過する大型艦である。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦を、F-35 ライトニング 2B 型の艦載に特化したライトニング空母として運用を行うケースでは、同機の最大収容数はおよそ20機とされており、こちらも想像ほどは多くない印象ではある。それでも F-35 ライトニング 2B 型のような、いわゆる第5世代戦闘機の戦闘力は、前に当たる第4世代機と比すれば、そのステルス性能ゆえに飛躍的に向上していると言われており、少数でもキルレシオで上回るとめされている。中国海軍の増強の象徴として、航空母艦、遼寧や山道が西太太平洋方面まで進出して発着艦訓練を繰り返す事態が、ここ数年で報告されているが、これらの航空母艦が艦載する戦闘機は第4世代機の J-15 である。したがって、日本や在日米軍にとっては、F-35 ライトニング2のようなステルス機を投入すれば優位に立てる状態であり、かつ、また、2023年末に、ロシア・ウクライナ戦争で、ロシア軍の第4世代機が多数撃墜された事実からも、同様の展開が可能だろう。少なくとも、日本もライセンス生産にて装備するペトリオットのような防空ミサイルは、第4世代戦闘機に対しては非常に有効であり、その航空機に対してはおよそ 200km ほどとも言われる射程距離内ならば、高い確率で撃墜が可能と考えられる。そのため、南西諸島で中国軍と対峙する場合の航空上の脅威は、陸上の基地に配備された中国国産の第5世代戦闘機と喧伝されている J20 になると思われるが、そのステルス性能が自称するほどではないことを願ってやまない。上方護衛艦の収益が急ピッチで進められていますが、2023年3月、ついに4番艦三隈が収益し1年ほどです。建造を担当した三菱重工業中崎造船所の能力もものすごいと思いますが、何と言って、ももが三方の性能が異次元レベルという極秘情報を入手した。今回は、海自最新鋭もが三方護衛艦三隈収益、米国ビビる建造能力に賛否し、やばい。7万馬力で、30ノットは、常識外れに、国連恐れるを詳しく見ていきます。建造能力は悪魔的です。昨年5月、ロシア海軍のアドミラル艦が、ウクライナ軍のミサイル攻撃で沈没したのですが、それよりは数段も高性能で、少人数化されていることが世界でも驚愕されたそうです。ロシアが突如他国であるウクライナへ侵攻してから1年が過ぎました。戦いの終わりは全く見えません。世界ではウクライナ戦争開始から1周年ということで騒がれています。そんな世界情勢をよそに日本は昨年末閣議決定した安保関連3文書に基づいた防衛力強化を各分野で具体的に進めており、
従来からガラッと転換した反撃能力を有する装備拡充に注目が集まっているようです。その中でも注目の的は、有事の際敵の領域内へ攻撃できる兵器としてのスタンドオフミサイルです。具体的には人に意識地対艦誘導弾の能力向上タイプや当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が大きなウェイトを占めることになりました。ここまでの大掛かりな自衛隊装備の方向性の見直しは、近年稀に見る戦略戦術の大転換でもありました。皮肉なことに、昨年2月ロシアのウクライナ侵攻が日本の防衛政策を転換するため追い風になり、防衛費総額を打ち出しやすい空気を醸成したという感もあります。日本の防衛政策という視点からは、激動の変化が起きた2022年でしたが、海自の新型護衛艦としては今までにない多目的艦艇であるもが身型が収益を開始したことも特筆すべきでしょう。海自最新鋭護衛艦もが身型は2022年3月に2番艦熊野、翌4月に1番艦でネームシップの最上、12月に3番艦のシロが就役、日本領海を守る任務に就きました。さらに、2023年は、3月、4番艦三熊、12月に5番艦や萩が就役する計画ですから、昨年分を含めると、合計5艦の護衛艦が増える状況になっているのです。現時点で、もが、身型護衛艦は、トータル22隻の建造が見込まれています。一つの艦を長期間運用する弊害が指摘されていますが、収益から数えて、おおむね40年間程度が使用期間として想定されているそうです。もっか、身型護衛艦は、海上自衛隊の艦艇として、これまでになかった FFM という新しい艦種記号を冠されています。これは、比較的小型の軍艦を意味するフリゲートの艦種記号 FF に、機雷戦のマイン及び多用途のマルチパーパスを複合して M を付け加えたそうです。もっか身型護衛艦の性能としては、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m、深さ 9.0m で、世界的にはフリゲート艦としても大きい部類に入るそうです。2023年1月4日、ロシア海軍の最新鋭フリゲート艦と呼ばれるアドミラル・ゴルシコフ級フリゲート1番艦アドミラル・ゴルシコフが、極超音速巡航ミサイルツィルコンを搭載して航行に出たと報じられました。3月になっても続いているウクライナ侵略戦争で、最近、地上戦では大きな戦果を上げられていないロシア軍は、このアドミラル・ゴルシコフを航行させることで、NATO 加盟国に脅しをかけようとしたとも見られます。と言っても、ロシアが喧伝するほど、ツィルコンが NATO 加盟国に効果的かどうかは、現時点では不明ですが、ロシアの言い分では、射程距離で 1000km 以上、飛翔速度はマッハ9以上のミサイルなので、迎撃は困難だと主張しているようです。このツィルコンを実装しているアドミラル・ゴルシコフの性能ですが、基準排水量4500トン、満載排水量5400トン、全長 135.0m、全幅 16.0m であり、海上自衛隊のもが身型護衛艦とは、かなりサイズが似ていますね。ただし、もが、身型護衛艦とアドミラル・ゴルシコフの最大の違いは、その主兵装にあります。垂直発射艦、VLS を、MAX 16セル搭載可能なもが、身型護衛艦に比べて、後者は、倍の32セルを装備しているそうです。もっか身型護衛艦の優位性としては、水上戦闘艦として、重武装に傾くことなく、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷の差と、施設能力を付与された多用途艦というところです。また、もが、身型護衛艦は、外艦のイメージ通り、従来艦よりも、大幅にステルス性を考慮した設計になっていて、中国海軍による南西諸島方面への圧力行為に対抗するために、多用途性に重点を置いたということが伺えます。これまでのところ、もが、身型護衛艦1隻あたり500億円弱の建造費と公表されていますが、海自は、さらに安価で小型な艦艇である哨戒艦を今後は建造していく方針を打ち出しているのです。
2018年分の防衛計画の大綱の中で初めて言及された哨戒艦は、一隻あたりの建造費が約90億円という低額な小型艦艇で、イメージ的には海上保安庁の巡視船に近いようです。それにしても90億円で定額なんですね。金銭感覚がおかしくなりそうです。海事の新哨戒艦は、基準排水量1920トン、全長 95.0 メートル、全幅 12.0 メートルほどの艦隊に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたコットラグ方式を採用、最高速度20ノット、搭載する兵装も 30mm 機関砲程度と見られています。こういった哨戒艦やもが、身型護衛艦の使用を考えてみると、今後、ますます厳しさを増していくだろう。南西諸島方面に対し、海上自衛隊は、省人化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが推測できます。その意味で、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショア大隊となる艦艇として計画を進め、新しく建造するイージスシステム搭載艦などと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針と解釈できるでしょう。ちなみにもが身型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された阿武隈型護衛艦、艦首記号 DE の後継艦にあたります。も、がみ、阿武隈と、護衛艦には、川の名前が付けられる規則性がありますね。さて、阿武隈型護衛艦は、ネームシップで、一番艦の阿武隈が、1989年、平成元年、最終6番艦とねは、1993年、平成5年に就役していますが、とねでも、慣例は、今年で30年になるので、近い将来の退役が見込まれています。阿武隈型護衛艦の前級で、1983年、昭和58年と、1984年、昭和59年に2隻のみが建造され、太夫張型は、2010年、平成22年に退役しています。海上自衛隊としても管理、運用する艦艇の新陳代謝が必要ですし、同時に、防衛力との兼ね合いで進めていくことが急務になっています。言うまでもなく、利根も夕張も川の名前です。阿武隈型護衛艦の乗組員定数は約120名。もが、身型護衛艦は、これより、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、省人化が図られたおかげで、40名も減らした約90名での運用が可能とされています。それでも、日本の少子高齢化の流れを止めることはできません。慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、少人化されたとはいえ、必要数を充足させることは難しく、防衛費は増額したとはいえ、課題は山積されたままというのが現状なのです。陸自や空自と職場を比較すると、海自で艦艇勤務になると、スマホがほとんど使用できない環境下に置かれてしまいます。今の若者が、こうした勤務を受け入れるのはかなり難しいでしょうね。人員不足は、公務員である自衛隊に限らず、日常生活を支えてくれるエッセンシャルワーカーも同じです。国挙げて、この問題に取り組む必要があるのではないでしょうか。